交通ルールを守らず、自身が違反しているにもかかわらずなぜか逆ギレ、先日大炎上となった「チャリカスママ」のケースに酷似した事件が再び起きたようだ。今回の場合は自転車ではなく迷惑乗用車、しかもチャリママとは違い、まさかの自ら違反を拡散するという暴挙に及んでいる。問題の投稿には2枚の写真とともに、バスのドライバーに凄まれたと訴える内容が綴られている。しかしこれらの写真をよく見てみると、違反をしているのはまさかのドライバー自身だったことが発覚したのだ。今回は恥ずかしすぎる勘違い迷惑乗用車が、東急バスドライバーはヤクザとバス運転手を晒すも、自身の違反がバレてコメント欄が大炎上。ドライバーは赤消し逃亡したが、バスのドラレコで特定されてしまった件について紹介していく。先日 X 上で大炎上したチャリママによる自転車逆走事件は記憶に新しい。車との衝突はかろうじて回避したものの、自転車の女性は道路内に立ちはばかり、ドライバーを挑発するような言動をし、世間からの批判を買うこととなってしまった。ネットではとりわけドラレコに映った強烈なインパクトの女性の煽りっぷりがフォーカスされていたが、問題の根本は女性が道路交通法をきちんと理解遵守せずに自転車で走行していたことにある。自転車の危険運転はこれまでにも指摘が多く上がっており、これを問題視する人が多かったことも相まって、この投稿は X 上で瞬く間に拡散されることとなった。しかしどうやら自転車に限らず、道路交通法を理解していないドライバーも増えているようだ。5月1日バス運転手のつぶやきという X アカウントが共有した迷惑ドライバーの投稿が大炎上している。このアカウントが引用した元投稿にはこんなコメントが綴られている。東急バスの運転手ほぼヤクザ、高圧的な態度でメンチ切ってきた〇〇さん。投稿された写真にはバスの運転手らしき人物が、マスクはしているものの目元は映っている上、運転手の名前まで晒している。一体何が起きたのだろうか。投稿主が晒した写真を見てみると、この人物の運転している乗用車がバス停のすぐ手前で停車していることがわかる。どうやら乗用車がバスを妨害していたことで、バス運転手がクラクションを鳴らして注意したものの、この乗用車がすぐに移動しなかったことが発端になったようだ。しびれを切らしたバス運転手が降車し、乗用車ドライバーに直接注意をした時の様子を収めたのがこの写真ということのようだ。この投稿を拡散したバス運転手のつぶやきアカウントはこう投稿している。バス停至近に路駐してるのは大抵バカなので、クラクション鳴らしても微動だにせず、むしろ逆ギレしてくるんですけど、この時一番困るの何だと思います？それは車椅子の方の乗降なんですよ。これじゃ歩道に寄せられずスロープ出せない。こういうバカを駆除しないとバリアフリーにはなりません。バス停の10メートル前後に停車駐車することは道路交通法で禁止されている。免許を持っているものであればもちろん知っているはずの違法行為だ。これによってバスは停車時車体を歩道に寄せることができない。するとスロープの設置などができず、介助が必要な車椅子や足腰が不自由な人にとって乗降が困難になってしまうのだ。拡散したアカウントの指摘はもっともだが、それ以前に自身が極めて基本的な道路交通法を破っているにもかかわらず、あたかもバス運転手に暴言を吐かれたかのような被害者ムーブをする投稿に対し批判の声が殺到している。こいつ免許本当に持ってるの？自分が悪いのにわざとなのか、それとも本当に交通ルールがわからないのか。 X に晒して自滅する人多すぎ。おお、大型新人モンスターですね。違反行為してるの自分なのに相手の顔と名前晒しちゃってるし、開示請求されて訴えられるかもね。え、自分が明らかに悪いのにバス運転手さんをヤクザ呼ばわり、しかも名前まで出して、自分が止めてる場所と車もアップしなよ。自分の無知を自ら晒していくスタイル。バス停ってデカデカと書いてるやろ。自身の過失に気づいているのかいないのか、注意されたのは自分の違法行為が原因であるにもかかわらず、バス運転手に逆ギレしている投稿内容には呆れと怒りの投稿が殺到している。さらにコメントを見ていくと、どうやらバス停留所付近で同様の違反を犯す人は少なくないということも分かってきた。
別会社のバスユーザーだけど、駅のバス停で車止めてる人結構いる。すぐに動こうとしないし、本当にマナー悪い。バスよく乗るようになってバス停付近に停車してるバカにクラクション鳴らしてる運転手さんよく見かけるようになった。めっちゃ迷惑。地元民だからわかるけど、これ駒沢公園の道路、タクシーとかいろんな車が路中してて、たまに多摩川警察のパトカー来たりしてる。このバス停の前にはわざわざ駐車禁止の看板立ってて、公営駐車場がすぐ先にあるんですよね。バス停付近の迷惑駐車が多発していることや、投稿された写真から駒沢公園付近のバス停であることも発覚。そしてコメントによれば、この場所からすぐ近くに駐車場もあるとのこと。こういった迷惑ドライバーが少しの労力を惜しんでバス停に停車させた結果、車椅子や足腰の悪い乗客が大変な苦労をすることになる。さらには解除する側もスムーズにいかず、バスは遅れ、多くの人に迷惑がかかることとなるのだ。こういったケースでは、時にバス会社にクレームが入ることすらあるという。こうして非難のコメントが殺到し、どうやら元の投稿主は危機感を覚えたのか、現在はアカウントを削除し、逃亡してしまっている。今見に行ったら、アカウント削除しちゃってたわ。迷惑駐車してアホだし、晒す意味がわからないし、赤削除して逃げるし、何がしたいねん。自分で晒しておいて自滅。反論なしってダサすぎる。まあ、投稿主の言い分がないから何とも言えないけど、赤消ししたってことはそういうことだよね。客としてバス乗っててもこういう車はほんと迷惑。って常々思ってるんで、免許返納してください。アカウントを消しても炎上の勢いは止まらず、そしてとうとうこんな投稿が。東急バスさん、ドライブレコーダーに加害者の車両が映ってると思います。ナンバーから所有者を調べて法的に対応するべきです。間違ったことをして偉そうに主義主張する輩を野放しにしてはなりません。社員を守るためにもきちんとした対応をお願いします。警察にも映像を提供し相談してください。バスのドラレコを確認すれば犯人が特定できるはずとの指摘が。こういった迷惑駐車によってクレームを入れられる現状を野放しにしておくわけにはいかない。このコメント主の言う通り、直ちに通報するべきだ。さらに、アカウントが消えたのってもしかしてバスのドラレコですでにバレて通報されたんじゃないの？ナンバープレートとかで特定して警察に相談にも行けるだろうし、東急バスが警察に証拠付きで相談、迷惑ドライバーに警察が接触、赤消し逃亡の流れかもしれない。すでにこの人物はバス会社に通報され、その結果アカウントが削除されたのではないかという指摘も。だとすれば一件落着。バス運転手の顔と名前を晒した迷惑ドライバーはペナルティーを受けたということになる。しかしここまで炎上が広がるということは、チャリカスママの時と同様、同じように迷惑を被った経験がある人が多くいるということなのだろう。実はこれとほぼ同様の事件が2022年東京都中野区で起こっていた。問題の投稿には、ハザードつけて路上駐車してたらバスの運転手にクラクション鳴らされまくって怖かった、こう綴られた投稿は明らかに捨てアカらしきアカウントから投稿された。しかも当時の一連の様子を撮影した動画まで添えられていたのだ。投稿主は今回のケースと同様、バスの妨げになる位置に車を駐車していたようだ。妨害されたバスの運転手がかなり怒った様子で車を移動させるよう促すが、投稿者は開き直り、なぜかバス運転手にバックするように要求。これに対し、お前が下がれよとバスの運転手が声を荒げると、大丈夫、これ動画撮ってるけどなどとさらに挑発的な言葉を投げかけているのだ。その後の運転手の発言から、クラクションを鳴らし何度も注意をしたにもかかわらず、この乗用車はこの場所に居座っていたことがわかる。これを指摘されると迷惑ドライバーは論点をすり替え、バス運転手がクラクションを鳴らしたことを責め始めている。さらに別の車は普通に通れていたなどと言い訳を始め、バス運転手に普通の車は通れるだろ、バスの車体の幅分かってないのかと突っ込まれている。するともはや言い返せなくなったドライバー、それでも動画を回していることをいいことに運転手を脅すような発言を繰り返している。全く話が通じていないこの迷惑ドライバー、動画さえ拡散すれば勝ちだと思っているのだろうか。案の定、
この投稿のリプライ欄には乗用車ドライバーを非難するコメントが乱立している。この投稿が大炎上した当時、関東バスの広報担当者はトラブルがあったことを認め、中野区内の一方通行の狭い道路でバスが道路の左側に止まっている車にクラクションを鳴らしたと説明。関東バス広報は迷惑ドライバーに対し、バスが通れないように車を止めるのは良くないことだと思いますとしながらも、バス運転手の対応についてこう説明した。クラクションは1回長く鳴らし、計 2,3 回鳴らしたと聞いています。ドライバーが車内にはいないと思って呼び出そうと鳴らしたということですが、間違っている行動でしたので指導しました。バスが通行できないときは営業所に無線連絡して、営業所から警察に連絡するよう指導しています。クラクションを鳴らせば口論になってしまいますので、適切だったとは思っていません。バスの乗務員はクラクションを鳴らしてもドライバーが車から全く出てこなかったと説明しており、後続の車が来てクラクションを鳴らされてから初めて営業所に連絡したとのこと。営業所が警察に連絡するため車のナンバーを見ようと乗務員が降りたところ、いないと思ったドライバーが車内にいるのを発見。動画内でいささか乱暴なものの言い方になってしまった運転手の気持ちは理解できる。乗務員が動画の最後でバスに戻ったのは営業所から無線連絡が入り状況を説明するためだった。その間に付近の住民が家から出てきて車のドライバーに移動するよう伝え、車がバックしたためバスはそのまま出発したということだ。この間なんと10分、バス車内は数人が乗車していたという。どう考えても乗用車が 100% 悪い。しかしどうやらこの迷惑ドライバーはその日のうちに営業所にクレーム電話までかけていたようだ。そして謝罪したのはなぜかバス会社側。バス運転手がクラクションを鳴らしたり動画のような言動があったりしたことを謝罪し事なきを得たという。当時のコメント欄には、この動画ただただ不愉快、もちろんバスの運転手さんがではなく、迷惑な路駐をしてバスの運行を妨げ、被害者ずらして動画を撮影しているこの捨て垢の主の方がです。ハザードたけばどこでも止めていいと思ってるらしい。バス側が謝罪をしたとのことですが、謝罪しなきゃいかんのはこの投稿者の方だろう、などのもっともな指摘が見られた。今回の駒沢公園近くのバス停に迷惑駐車をしていたドライバーはきちんと通報されて罰則を受けたと信じたい。動画や写真を撮って拡散することで結局自滅するパターンが増えているようだが、拡散した者勝ちという考えは間違っている。本当に救いようのない人間が一定数いるということが判明し、腹立たしく感じた人も多いだろう。こういった投稿がせめて抑止や交通ルールの啓発、そして取り締まりの強化につながることを願うばかりだ。